い、何か見えるぞ。え、あれって建物じゃ。霧がすごいな。あ、晴れた。ん？あ、これってもしかしてカルナック？まさかのカルナック。バカな。蜃気楼というわけでもなさそうだけど。カルナック出現。やっ、何事？やっ、こんな感じだったっけ、カルナックって。どこからどう見てもカルナックだ。一体どうなってんだ。とにかく調べてみるよ。カルナック、あ、カルナックか。カルナックだな。どうなってるんだこれ。それもそうだが、ここは妙な気配がするな。アドルの宿泊先だったか。油断するな、中を調べてみるぞ。どうしたの？何があんの？これは熊のぬいぐるみ。宿酒場じゃねえの。まるでグレンたちの。ないで。ないで。置いて行かないで。クグツ型グリーガーか。ってことはさ、この最初に出てきた酒屋のあの女の子、ピンク髪のあの子じゃないの？気を抜くなよ兄弟。どうして近寄らないで。そんな、まさか。置いて行かないで。お、進化した。姿が変わった。え、二人とも構えろ。はい。どうして。やばそうだ、ちょっと待って、やばそうだ。しないで。これ食べてこう。うん、うまい。やってやるぜ。おお、やばい。炎と氷よ。どこへ行きやがった。交代だ。おい、やばい。協力しよう。どこへ行きやがった。行こう、母ちゃん。消えた。いた。これでどうだ。行くぞ兄弟。よしよしよし、すごい。協力しよう。これでどうだ。まだよ。これあんまり攻めすぎたらやばいな。私のこと見てたでしょ。また消えた。ちょっと様子見ながら戦わないとやばいな。来た。また消えた。許さない。あいって。許さないから。いや、任せた。はい。待てよ。すごい。見切った。やっ、抜けろ。はい。炎と氷よ。よし、もうちょっと盾が剥がれそう。
だが、あ、避けれなかった。ガードの方がいいのかな。お、いいよ、入ってるよ。交代だ。これはガードかな。見切った。炎と氷よ、甘い。どうだ。よしよし、ガードがいい。うわ、崩されんのか、ガードも。あ、捕まれた、やばい。おかしいな、深く。やば。おい、やられちまったな。やれるだろ。危ない、ダメだった。ぬるい。くらえ。どうだ、くらえ。やばいやばいやばい、なんか取り巻きが増えたぞ。回復しとくか。交代だ。まだよ、すごい。まだよ、すごい。よし、協力さ。これ避けれないな。ガードも剥がされるし、走って逃げた方がいいのか。ダメだ、避けれないこれ。まずい、掴まれた。やばい。まいったな。ダーク、嘘だ。ダメだ。消えた。嬉しいな。母さん。ありがとう。ダーク。甘い。ダーク。消えた。きついな。行きやがった。交代だ。まだよ、すごい。消えちゃえ。まだよ、すごい。もうちょっと。どこへ行きやがった。協力しよう。まだよ、すごい。レケロ。よし、来た。危なかった。浄化か。絶対最初に出てきたあのピンク髪の女の子でしょ、絶対。ほら、ローザ。アドル君。みんなは、お父さんとお母さんは。うん。グレンたちが無事でよかった。でも、ひどいよ。お父さんも、お母さんも、あんなに頑張って。お店を。ありがとうございます。
アドル、どう思う？この島の現象は彼女と関係していると思うか？まあ決めつけるのは早いか、うん、とりあえず彼女を連れてサンドラス号に引き上げよう。フェリア、ローザを護衛してもらえるか？ん？何？どうして？え？なんであんたが？いいね、お姉ちゃんがそこにいるのよ！お姉ちゃん、姉貴。久しぶりだね、ロサリンド。聞いた通りだ。フェリアはもともとカルナックの住人だ。まさかの兄弟。ノーマンの男と結ばれて今はバルタ水軍の一員だけどな。ちょっとギスギスしそうだな。ローザ！本当にローザだ。ローザちゃん、よく無事ね。みんな、おいおい、なんだよなんだよ、喜びの再会だってのに浮かねえ顔しやがって。あ、気まずい。なんかそうだね。ミラネ、待って。アドル君、助けてもらったのにひどい態度でごめんなさい。その事情をちゃんと話しますね。お願いします。姉のフェリアは奔放だけど人気者で、ラズベリの看板娘、そして私の自慢のお姉ちゃんでした。うん。でも町で出会ったノーマンの男性と惹かれ合うようになり、ある日誰にも何も言わずに町から姿を消してしまいました。それから一年ほどの月日が流れ、私たちはお姉ちゃんがその男性とバルタ島で結ばれたと知りました。その頃からカルナックである噂が囁かれるようになりました。ラズベリがバルタ水軍関係者の店だという噂です。繁盛していたお店からは瞬く間に客足が遠のいて、私たちはお店を畳むかどうかの瀬戸際に立たされました。いやー、なんとも言えねー。でもお父さんもお母さんも必死で働いて、いろいろな人に相談して、何年もかかってお客さんをやっと取り戻して、なのに、それなのに、え、フェリアさんって、あのフェリアさんだったのか？言われてみれば昔と印象が違うから気づかなかった。ミラネーは気づいてたみたいだね。まあ友達だったからね。ごめんなさい、お世話になってばかりのアドルさんにこんな話。ギスギスしちゃう、もう。姫様、剣を取れ、フェリア。真剣勝負だ、手を抜くなよ。え、な、何をする気だよ。気が利くじゃねえか、兄弟。ローザ、私を友達だと言ったな。なら友達らしく一つおせっかいを焼いてやるよ。うんうんうん。え？おい、何これ、なんで決闘になるんだ？さあ、
カージャに何か考えがあるみたいだけど。あれ？そういえばフェリアちゃんって確か。ほう？行くぞ！さっき姫様本気で殺す気で。おお、いい勝負だ。うわ、すごい。戦闘なんてしたことないはずなのに。うん、確か体が弱かったはずだよね。て、マジかよ、カージャと合格じゃねえか。そんな強かったのか。作戦を考える人だと思ってたけど、うん、どう見ても超一流の戦士だぜ。普通に戦えてるじゃん。おう、おう、すんご。これ以上は危険だね。カージャさん、フェリアの嫁ぎ先はバルタ島でも有名な戦士の一族だ。1年以内に相手の盾の兄弟になること、それが結婚の条件だった。ちょっと姫様。黙ってな、フェリア。あんたは説明しねえし、私が言わせてもらう。盾の兄弟ってアドル君と同じ？ああ、体の弱いフェリアにとってどんなに過酷だったか想像つくか。一年という短い期間だったが、彼女の修練は鬼気迫るものがあった。ノーマンたちがひるむくらいにな。グリムソンが言うには、それだけ思いが強かったそうだ。相手である旦那もそうだけど、あんたたち家族へのな。姫様。宿酒場ラズベリー、お前の家はバルタ水軍と対立し、カルナックを狙う海賊の標的だった。奴らはしのぎとして町に酒場を開いていたが、繁盛しているラズベリーの存在は邪魔でしかない。だから襲撃して店の人間たちを皆殺しにする計画が練られた。そういう噂は聞いたことがあるよ。その海賊はバルタ水軍に扮して罪をなすりつけようとしたんだ。でもその事件は確か。ああ、バルタ水軍とカルナックが協力して未然に防いでいる。バルタ水軍を動かしたのは当時入ったばかりのフェリアだった。水軍と町長の橋渡し役を担い、旦那と共に襲撃前の海賊を制圧した。わお、そういうことだったのか。フェリアの旦那が相手の首領を討ち取ったが、その時の怪我が原因で二度と剣を握れなくなってしまった。全部ラズベリのために。もちろん夫への気持ちも本物さ。でもラズベリーを助けたくて無我夢中だったのは確かだね。結局そのせいでいろいろと失っちゃって。私ローザちゃん。あのバカ、クルス追いかけるぞ。え、無理だって、グリーガンがうろうろしてるんでしょ。アドル頼む。すまねえ、行きましょうか。おい、ローザー。さ
そう遠くには行ってないと思うけど。はあ、世話が焼けるんだから。はあ、うん、お、ガチムービー来た。おい、クルス、お前が声をかけろよ。え、やだよ。こういうことは昔から、ずぶといグレンの役目だろ。お前、俺をバカにしてるだろ。俺だって嫌なことは嫌なんだぞ。でも、ローザ、やっぱり、フェリアさんに置いていかれて寂しかったんだね。そうか？これで私が次の看板娘だって、昔は息巻いてたじゃねえか。それはただの強がりだったってことだよ。でもよ、あいつ昔から腹黒いところあるぜ。ちょっと気に入ってるアドルの前じゃ丁寧子だし。それもわかってるけど。あんたたち、さっきから無駄に声が大きいのよ。そういうやりとりは私に聞こえないようにやるものでしょ？まさか、ローザ？もう子供じゃないんだから、やめよう。ね、ね。ん？そうだ、落ち着け。今、俺たちに必要なのは対話だ。グダグダ言ってないで。男なら潔く付き合いなさーい。ああ、おい、ローザって意外に男らしいんだな。すっきりした。やれやれ。ごめん、アドル君、引っ張り上げてくれるかな。たく、よかった。え、え、あ、おお。大成功。測ったな。なんなんだこれは。ごめん、カージャさん。でも、いろいろありがとうございました。私、カージャさんと友達になれてよかったです。しょっぱ、あ、海のバカ野郎。いや、よかったよかった。ロザリンドがサンドラス号のメンバーだった。ありがとうございます。少年団たちの親密度が上がった。お姉ちゃん、お姉ちゃんの気持ちを知らずに今までごめんなさい。和解してくれ、ロザリンド。うん、頼む。謝るのは私の方だよ。ほら、身勝手なところは昔から全く変わってないしね。お父さんとお母さんともちゃんと話をするべきだったよね。二人ともきっとオベリア湾のどこかにいる。うん、とりあえず探しに行こう。二人を見つけられたら、その時は私、うん、おわっ、空気読めお前。あ、お前、とりあえず2人とも良かったわ。でもローザを助けられたのは良かったけど、結局どうしたらこの島から脱出できるんだろう。忘れてたわ。この島はいろいろと怪しいから、うん、もう一度調べてみるか。さあ、リラ、アドルさん、私です、リラです。めっちゃ支えてくるぞ。アドルにマナの力をくれたっていう。リラッチやな、リラッチ。すごい、貝殻で話ができるって本当だったんだ。アドルさん、以前よりあなたの存在を近くに感じます。うん、今はどちらに？はい、そうでしたか。そんなことが。あなたたちがいるのは私のいる場所から北の方角です。もしかしてリナさんがいるのも三角海域ってこと？ええ、それ
は間違いありません。リラ探しになるのかな。どうやらグリーガーたちの動き、予想以上に早いようです。マジか。あんたもグリーガーの存在を知っているのか。ええ、もちろん。おそらく、ね。あえいでるようにしか聞こえないんだが。うん。なんだ？いきなり聞こえなくなっちまったぞ。あ！ハドル、首にカイジャの呪印が。カイジャ様！どうした？沖合から船が一隻接近してきます。なんだと？ノスフリートの機関です。え？ここに停泊していたら格好の的になっちまう。敵の射程に入る前に離れるぞ。オッケーオッケー。タイミングが悪いな。あの船は確かタイラントでも遭遇した。まっすぐ向かってきやがれ。アドル、応戦するぞ。よいしょ、発射します。当たれ。オラオラウリャ。おお、やばいやばいやばい。何それ。そこ、発射します。当たれ。向こうが上か。そっか、無理か。島からも離れちまったし、完全に自利品状態だな。うん。エゼル、アドルと舵を代わってくれ。わかりました。突撃する。一か八かだ。兄弟、敵船に直接乗り込むぞ。行こう兄弟。生きて返さねえから覚悟しな。ちょっと回復のアイテムがないっていう。かわいそう。捕らえた。待てよ。くらえ。くらえ。くらえ。よしよしよし。さすがはカードです。そこか。Ready to set。捉えた。行こう。かっ。炎と氷よ。炎と氷よ。戦いぶりだ。どうだ。まだよ。炎と氷よ。これがマナ使いだぜ。まだよ。強力。よしよしよし、おげっ、ほら、あとお前だけか。あー、ダメだったか。やってしまいますね。よいしょ。変わるぞ。カージェンするか。手強そうだな。炎と氷を守れよ。やばそう。守れよ。くらうかよ。炎と氷を守れよ。やっちゃいなさい。アドル、くらうかよ。
炎と氷を負けたら絶対に許さないからな。炎と氷を交代だ。無駄だ。炎と氷をほら見切った。負けたぜ。くらえ。見事な戦いだ。くらえ。どうだ。マナよ、アカルくん、カーズさん、頑張って。どうだ。炎と氷よ、これで終わったんだ。さすがはカーズ殿とアドルくんだ。やばいやばいやばい。不覚だった。まだやれるだろ。なんかめっちゃ食らった。ありがとう。交代だ。食らうかよ。オッケー。お二人を信じていますよ。まだ来る。これもしかして食べるぞ。いやー、やっぱり君たちは最高だね。名前なんだったっけ。こいつ出たよな。出てきたよな。お前か、ラーグ。最高のサガに必要なものとはやはり読み手の想定を超える展開だ。まさか君たちがリラ様と通じているとは驚いた。リラ様？さあどうだろうね。グリーガーの頂点に立つものとか。物語が面白くなる時だけだ。ラスボスリラとか。リラ様のことを教えるのも合わせるのも今は面白くない。でも君たちが霧でこのままのたれ死ぬのも面白くはないな。ふざけやがって。僕はいつも至って真面目さ。だから君たちの物語を盛り上げるために選択肢を示そう、うん、一気に霧が晴れた。少しは驚いてくれたようだね。ご覧の通り、三角海域に立ち込める霧は僕の力の一端だ。うわぁ、さあどうだろうね。それより大事なのは今なら霧を抜け出せるという事実さ、うん、逆にここに留まれば未来永劫この霧の中をさまようことになる。お前にしちゃ余裕がねえじゃねえか。リラってのはよっぽど重要なやつみてえだな。そうなんだよ。柄にもなく余裕なくしてそんな自分にワクワクしてるよ。ただこれについては脅しでもなく本気の本気さ。間もなく道は再び閉ざされる。さあどうするか選びたまえ。とりあえず日和るわけじゃねえ。だがここに残っても奴の霧に対処できる気がしない、うん、今は引こう。それが鮮明取引成立、うん、ということだね。回復アイテムないし行きたまえ。攻撃しないことも約束しよう。どうだか。行くぞ兄弟、船を出してくれ。やっぱり厄介だな、うん、人の思いは形となる。ちょっと焦ってるね。本当に怖いのは僕たちじゃない、アドル。君でもない。人間たちさ。人間たち。白い闇エンド。ほー、反撃ののろし。そうでしたか。
まさか一人のグリーガーが白い闇を生み出していたとは。グリーガーってのは一体何者なんだ。ヘイズ島の一件も不思議な出来事だったよね。あの現象が全て彼によるものとは思いたくないけど、この先この島は一体どうなっちまうんすかね。ラーグの言葉通りなら霧はリラを守るためのものだ。この島にまで影響はないと言いたいけど、カルナックを襲った奴らだしな。そのこともあるし、私はアンカー島に残ろうかな。白い闇とグリーガーの動向は監視しておきたいしね。おお、それは心強い。フェリア殿、どうかよろしくお願いいたします。フェリア、大丈夫なのか。バルタ水軍の増援も来るし、こっちのことは心配ご無用。姫様は自分にしか果たせない役目を果たすべきだよ。そうか、分かった。あれ、アドル、首の銃印がいつの間にか消えてるぞ。え、もしかして三将に反応して浮かび上がるんじゃねえか。便利な気がするけど、うん、自分で見えないんじゃな。お姉ちゃんがサンドラス号を降りる。うん、みんなにはお世話になっちゃったね。ここでお別れ。 いえ、お世話になったのは僕らの方です。もしかして。そんな、せっかく一緒に。ローザ、一緒にいられないのは私も残念だよ。でも、うん、お父さんやお母さん、住人のみんなを助けるんでしょ。それぞれができることをやらなきゃ。お姉ちゃん、私も頑張るから、ロザリンドは姫様とアドル君を助けてあげて。わかった、今度は私も一緒に頑張ってみる。ようやく素直になれたか。褒めて使わす。何やお前。雨降って地固まるってやつだね。うるさいな。フェリアちゃんもよかったね。ロザちゃんのことはずっと気がかりだったんでしょ。まあまあね。素直になれよ。さてと、これ以上霧の向こうを探るのは難しい、うん、今後どうするべきか方針を決める必要があるな。もう一度霧に突入してみる。それはただの手詰まりだろう。すっきりしねえっつうか。そういえば、その後リラさんから連絡はあったりしたのかな。頼みの綱も音沙汰なしか。確かにこの海域にいても手がかりをつかむのは難しいかもな。どうしたんだ、難しそうな顔しやがって。ラーグはリラさんを誰にも会わせたくないんだよね、うん、そんなリラさんって一体何者だろうと思って。本当だよな。確かグリーガーは適合者を探してるのよね、うん、リラさんはそのことと何か関係がある人とか。それは言われてみるとそうとしか。そうなるとリラという人物はバルタ水軍にとっても重要になる、うん、なんとかオベリア湾の南部ローグ海を探りたいところだけど。それなら東のソネリア海盆を抜ける航路があります。うん、今いるのがこのオズミッド海域です。はいはいはい。ここから東へと向かい、まずソネリア海盆を抜けます、うんうんうん、ただしその先にスペクルム湾、フルーメン海峡が待ち受けます。フルーメン海峡。特にフルーメン海峡は三角海域以上の難所と聞きます。お、マジか。それって大丈夫なの。大丈夫なんすかね。普段は通る必要がないからバルタ水軍もあまり使わない。迂回するから時間もかかるし、危険は当然あるだろうな。うん、その
ここにとどまって霧を抜ける方法を考えるってのはダメかな。ラーグってのを倒せば霧は消えるかもしれんが、居場所を知る方法もないし、分かってもあの霧は厄介だよね。あー、もうどうしたらいいんだよ。大きな分かれ道だな。ラーグが最初に出てくるか。選択を間違えることもできない。自分がどうしたいかが重要。話し合って決めるしかない。でもこの調子じゃ決まる気がしねえぞ。その通り。どっちが正解かわからないなんて普通にあることだよ。じゃあやってみるしかないってことか。決めないでいるより間違ってもいいから決める。お姉ちゃん。でも間違ってたら取り返しがつかないんじゃ。いや、もし決めて間違ってたら間違いだって気づけるじゃねえか。決めずに悩んでばかりいたらずっと何もわかんねえままだろ。はあ、最初から正解だけ選べるやつなんていねえよ。選んでそして頑張る。すいません、それしかねえ、はい、そうですね。そうだろアドル。はい、僕ちょっと間違ってました。まさかグレンに気づかされるとはな。俺様の偉大さが分かったかね。はい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 、よし決断するぞ。これよりサンドラス号は迂回してオベリア湾南部のローグ海を目指す。気にはなるが、手がかりの少ない白い闇と三角海域は後回しだ。グリーガーたちの動きを探り、可能ならリラについても調べる。進路は東へ。ソネリア海門へ向かうぞ。おお、了解。ペリアとの親密度が上がった。新しい電車か。わかりました。はい。あらあら、早くもお姉ちゃんが恋しくなったのかしら。違うよ、ローザの立ち絵いいな。ちょっとはそういうのもあるけど。リリシーじゃん。意気込んで乗り込んだはいいものの、私がみんなの役に立てることあるのかなって、うん、宿酒場の娘だけど、お父さんほど料理の腕がいいわけでもないし。大丈夫、不安なのはみんな同じよ。それでもローザちゃんにしかできないことは絶対あるはずだから。よしよし、フェリアちゃんがいない間は私が何でも相談に乗ってあげるからね。ちょっと見られ。そんなにベタベタしなくていいから。もっとやれもっとやれ。何じゃれてんだあいつら。まあミラ姉さんは母性の塊ですね。まあクリス、ローザの本性。アドルがローザを助けた時の話。うん、最初はクグツ型だったけど不気味な姿に変身したらしいね。そうなんだよね。俺思うんだけどよ、ローザだけ、それってやっぱ凶暴な性格が影響してんじゃねえか。そんなはずは。でもどうなんだろうな、意志もちょっと違ったよね。グレン、クルス。さっきからボソボソ何話してるの。何でもありません。船仕事に戻ります。他の人と何かが違うのは確かなんだろうけど。ドギも違ったじゃん、意地だったじゃん。どうなんすかねそこは。家事を頼めるかい。周囲の警戒を。家事を頼めるかい。ちょっと回復アイテムとか。最近ここにいないんだよな。調合調合。お薬の調合。ブレスウォーター。今回の処方になります。はい、できたわよ。今回の処方になります。他の薬も必要かしら。姫もある。
とりあえず新しい薬作ってみた。こちらね。なんか二人回復できるってやつかな。二人同時に。空き瓶とかさ、欲しいよな。空き瓶ってまだ増えるんかな。今後どうなんですかね。それで次の戦いに備えとけ。強化。これね、これ拾ってきたやつだよな。これが絶対強いと思うんだよな、今の中で。でも強化できないんで。ファルシオン。次はどう、万全だろうな。多分大丈夫だと思います。ローザ、魚は持ってきたか。魚を持ってきたか。増強ガニ。こんなもんだな。さっとさばいてみたぞ。ありがとう。さっとさばいてみたぞ。さっとさばいてみたぞ。まだ他にも必要な。うん、ありがとう。今日は何にしますか。お弁当ですね。弁当作成。空の弁当箱がね、これと完成完成次はどうしましょう。みんなでご飯にしましょうか。食事会の開催ってクラムチャウダーの宴。いただきます。いいよねこれ。かわいい。おいしい。幸せ。おいしいわね。おお。みんなでご飯にしましょうか。いや、こんなもんでいいかな。またいつでも来よ。それと、こっちは薬の調合だよね。ね、あ、違う。さあさあ、何がいるよ。あ、ホーリーポーション、これも空瓶残るんだよね。空き瓶残るよね。これ買っとこう。これは良い品ですぞ。これは良い品ですぞ。うわ、新しい武器出てる。バスタードエッジ209。まあ上がる。まだまだ在庫はあります。買っときたいけどまだ買えないっすね。これも上がるな。おお。こん。そう、ショップでね、増えるんだよね。こうメインが進むたびに。あれ、あと一人いなかったっけ。よっしゃ、一丁やってやるか。
これはいいとして日頃の訓練。船をいじるのっていじりたいけどいじれないいじりたいけどいじれないっていう。どこいるかな。あと一人いたじゃん。降りて。あれ？モミナを探していたんだ。君を探していた僕は。あ、でも特に目新しいものはないか。他にまた来てちょうだいね。モミナさんまた来ますね。はい、ということで、キルもいいんで一旦ここまでしたいと思います。皆さんご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまたね。